世界には200余りの国があり、およそ60億人が暮らしています。そのうち8割以上の人々は開発途上地域に住んでおり、そこでは急激な人口増加などによって食料問題と農林水産業に関わる環境問題が深刻な状況となっています。国際農林水産業研究センターは、開発途上地域の食料生産基盤を支えるために、世界の国々とともに農林水産業に関わる研究活動を行っています。世界の人口が加速的に増加を続ける一方で、これに見合う食料の生産は不安定な状態にあります。また地球の温暖化や熱帯林の破壊、高地や草地の砂漠化、酸性雨などの環境問題は地球規模で広がり、都市化に伴う農業基盤の消失も大きな問題としてクローズアップされています。こうした状況の中で、我が国には世界の開発途上国から共同研究の要望が数多く寄せられています。国際農林水産業研究センターの研究員は総勢約120名、現在十数カ国の開発途上国へ40人の研究員を長期に派遣し、短期には年間延べ200人が海外の研究機関と連携してさまざまな研究を行っています。センターには自然科学と社会科学に関係した世界各国の情報が集められます。この情報は国情や地域経済に対応した研究を行うためのデータベースとして活用され、海外研究プロジェクトを推進する重要な資料として使われています。研究プロジェクトはこれら8つの研究部と企画および総務部門が一体となって推進しています。地球はさまざまな気候帯に分かれています。世界各国の相互依存関係が深まる中で、食料生産や資源、環境をめぐる問題は地球的な規模で解決していかなければなりません。国際農林水産業研究センターは農業問題に総合的な視野から取り組み、また国境を越えた多くの国々と共同で行う広域型の国際共同研究にも力を注いでいます。研究対象地域は熱帯から亜寒帯と幅広い気候風土の下にある開発途上地域です。それではその中から地域ごとに主なプロジェクトを紹介しましょう。アジア地域の中でも雨量に恵まれたベトナム南部、肥沃な土壌と豊富な水が利用できるメコン川の河口部は農業に適した地域です。しかしデルタ地帯の自然環境は一様ではなく、営農形態も多様なため農業の生産基盤が未整備となっています。このためメコンデルタでは地域に適した農業技術の改善を図り、農業、林業、水産業を組み合わせた生産性の高い複合技術体系を作ることが求められています。環境を保全しつつ作物と家畜の組み合わせを考え、どのように営農改善を実施していくかが課題です。同じアジアでもタイ東北部の平原は降雨が不安定で
痩せた土地と塩類の集積した土壌などが多く、農業生産性が非常に低いところです。この地域はケナフやサトウキビ、キャッサバなど地力収奪型の作物が長期間にわたって栽培されてきたことによって農地の荒廃が進んでいます。こうした状況下の東北タイでは、持続的な農業生産を可能にする複合型農業への転換が強く望まれています。国際農林水産業研究センターでは、この地域の環境資源、生物資源の調査を通じて持続的な農業生産システムを定着させるための共同研究を行っています。アジアで昔から盛んに行われてきた稲作は多くの労働力を必要とします。そのため工業化が進んだことによって農業人口が減少したマレーシアのような国では、労働力を軽減できる直巻き栽培が主流となりつつあります。センターでは東南アジアを中心に稲作の栽培技術に関するさまざまな共同研究を行ってきました。現在直巻き栽培で問題となっているのは稲の倒伏や雑草の防除です。この雑草研究チームは水田から取り除くのが難しい稲科の雑草を防除する研究を行っています。12億を超える人口を抱える中国では、食料問題は国際的にも国内的にも重要な問題となっています。例えば沿海部では市場経済への移行に伴う所得の向上によって、食料は量から質の時代へと向かっています。内陸部の乾燥地や山間部では依然として食料不足が問題となっています。このように広大な国土のため、気候的にも経済的にもさまざまな側面を持つ中国に対して、センターは食料の安定生産技術や加工技術など複数の分野を取り込んだ総合的なプロジェクトに取り組んでいます。河川が海に注ぐ河口部など、淡水と海水が混じり合っているところを汽水域と言います。熱帯地域の汽水域では広い範囲でマングローブの林が発達しています。マングローブ林は豊かな森林資源と水産資源を育み、昔から汽水域周辺の人々の生活を支えてきました。しかし今、この貴重な生態系は都市化と産業活動によってさまざまな問題に直面しています。国際農林水産業研究センターは乱開発による汽水域の破壊を食い止め、人々と汽水域が共存する道を探っています。熱帯雨林の減少も大きな環境問題です。
熱帯雨林を守っていくためには、生態系の調査を行うとともに、造林技術を確立し、資源の有効利用を図ることも必要です。ここではマレーシアの研究機関と協力して、害虫による被害の調査や森林資源を商品価値の高い木材として利用するための研究を続けています。また未利用資源の有効利用も環境を考える上で重要な問題です。これはヤシ油を取るために栽培されているオイルパームです。センターでは未利用資源として放置されていたこれらオイルパームの葉と葉柄を家畜の飼料にする技術をマレーシア農業開発研究所と共同開発しました。この技術は国際協力事業団へと引き継がれ、現在マレーシアで実証事業が行われています。日本から見て地球の裏側に位置する南米大陸、広大な開発可能な農地を持ち、食糧基地として大きな発展性を秘めたブラジル。ブラジルの大地では日本が培ってきた大豆の栽培技術を活用した南米大豆プロジェクトが展開されています。またこのプロジェクトの他にも、持続的な牧畜業を実現するために牧草地と農耕地を相互に林間するアグロパストラルシステムの研究を行っています。食料の絶対量が不足しているアフリカは、協力が最も求められている地域です。アフリカでは国際家畜研究所や国際昆虫生理生態学センターと共同で、家畜や作物に対する病害虫の研究を進めてきました。そして現在、こうした研究に加えてアフリカ西部では、西アフリカ稲開発協会とともに稲作栽培の研究を開始しました。国際農林水産業研究センターは、日本国内においても海外研究活動をバックアップする支援研究を行っています。こうした国内の最新設備を利用した研究成果は、海外での共同研究を効率的に進めるために活用されます。沖縄本島の南に位置する石垣島、沖縄支所では亜熱帯の環境を生かしてさまざまな研究を行っています。最近では塩害や水不足の地域でも利用可能な省エネ型溶液栽培装置を開発しました。また支所では国内の稲や小麦の交配雑種集団の世代促進や技術の改善にも取り組んでいます。国内で行う海外支援研究の一環として、センターでは海外の研究者を日本に招く招聘事業、フェローシッププログラムを実施しています。筑波と沖縄支所で行われているこうしたフェローシッププログラムは、農林水産業に関わる人材育成に大きく貢献しています。世界の開発途上地域とともに歩む国際農林水産業研究センター。
多くの人々に支えられた国際農林水産業研究センターの共同研究活動は世界の開発途上地域に広がっていきます。人間が生きていく上で最も大切な食料、その食料を生産する農林水産業は地球の環境と人々の生活を支えています。国際農林水産業研究センターは世界の情報基地として、そして世界の共同研究機関として、農林水産業を通じたグローバルパートナーシップのもと、人類福祉の向上と豊かな明日を目指して、これからも活動を続けていきます。